ハネス・ボルフは、オーストリア・シュタイアー・マルク・シュー・グラーツ出身のサッカー選手。ブンデスリーガ・ボルシア・メンヒ・エングラートバッハ所属。ポジションは MF。メディアによっては、ハンネス・ボルフと表記されることもある。5歳の時にサッカーを始め、あらゆるユースチームで過ごした後、2014年に、レッドブル・ザルツブルクに入団。2015から16シーズンに、参加の FC リーフェリングで、プロデビュー。 2016から17シーズン途中にトップチームに昇格し、2016年12月の UEFA、ヨーロッパリーグのシャルケレイオン戦でバレンティーノ・ラザロとの交代出場でトップチームデビュー。同シーズンは国内リーグ3試合に出場。翌2017から18シーズン以降はトップチームに定着し、南野匠らと共にチームを牽引。 2019年1月24日、2019から20シーズンからの RB ライプツヒへの加入が決定、決まり5年契約を締結。南野とは絶妙なバランスを披露するなどの活躍を見せ5月5日にはリーグ6連覇を達成した。2020年7月21日、ボルシアメンヒエングラートバッハイ2021年6月までの期限付き移籍をした。 2015年に U-16 のオーストリア代表に招集。2017年からは飛び級で U-21 代表に招集され、2019年には UEFAU-21 欧州選手権2019に出場。しかし、グループリーグ初戦のセルビア戦で右足を骨折する重傷を負い、無念の戦線離脱に終わった。ありがとうございます。